はい、皆さんこんばんは。暗闇の中からおじいさんです。いろんなゲーム機で遊んでますか？コブラコブラ、本日は、昨日ですね、ご紹介したこちらのプロジェクターですね、こちらで、プレイステーション3のゲームをやっていこうと思います。はい、で今回もね、こちらのプロジェクター、海外の EC サイトトムトップさんのご提供でお送りさせていただいております。こんな再生回数なのにご提供いただいて本当にありがとうございます。あの後ねちょっとあのいろんな他の動画を見たりして結構楽しみました。やっぱりすごくね面白いです。でねあのコメントでも結構本当にね結構たくさん反響いただきまして、もうね購入してあの他でねプロジェクターもともと持ってるよとかね、でいろんなゲーム面白いよっていう中にね 3D ゲームはね結構面白いよっていうあのご意見もあったので、本日はプレイステーション3のゲームをいろいろやっていこうと思います。よかったらねこちらの購入の、参考にしてみてはいかがでしょうか。それではゲームスタート。コブラこれやばいよ。これはやばい。え、ほんまに野球中継やんこれ。これはやばい。いや、これすごい。え、ちょっと待って、これすごいな。え？これほんまに野球中継、スポーツ喫茶来てるみたい。何これ、え、すごいんやけど。いや、これやばい。ファウルになります。ここはバンター球種を絞って甘いボールを待ってますね。なるほど、そうですか。直球ストライク、ワンボールツーストライクです。真ん中打ちました。ヒットになった。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。あのバット振っても遅延はないですね。バッターは2番に入っている菊池。ヒットでランナーを一塁に置いています。いや、これすごいぞ。これいや、これはすごいね。没入感すごいっていうの分かるね。2アウトになっています。マウンド上のピッチャーは成瀬、そしてキャッチャーは中村。このバッテリーをカープ打線がどう攻略していくか。初球空振りです。ここはストライクからボールになるような球がいいですね。はい、打った。これはどうだ。ファーストの横抜けました。ツーアウトランナー一塁。バッターボックスには4番鈴木。ヒットでランナーを一塁に置いています。まず何を投げてくるか。入れました、ファールボール。キャッチャー強肩ですからランナーも警戒していると思いますね。そうですね。これもファウル。バッター、この当たりはどうか。三塁線落ちてフェア。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。スワローズピンチになりました。ツーアウトランナー三塁二塁。バッターボックスオーデュボン。スワローズ連続安打でランナーを背負っています。あれ、見たことある人ですよ。ここで打線に勢いをつけさせないようにしたいですね。見たことあるバッターですよ。先制のランナーを背負ったこの場面です。打ちました。きた。先制のスリーランホームランです。スワローズ痛い一発を浴びて。きた。初球でした。思い切り引っ張られてスタンド深くまで運ばれています。ハイタッチ、ハイタッチ。先制を許
ハイタッチ、ハイタッチ。カーブが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね。小宮山さん、警戒はしていたんですけどね、ここで打たれました。そうですね、慎重になりすぎましたかね。いきなりのホームラン、あっという間に先制点を奪われました。Thank you.
ちが来たよ。行くぞ。はい、いかがだっ
ったでしょうか、こちらビンテック、ちょっとこれねわからないですけども、バインテックかもしれないですけども、ビンテックスカイ K1 プラス、HD ですね。非常にね、面白かったです。最後ね、プレイステーション3見てもらいましたけども、コメントでねいただいてた通り 3D がすごく没入感があるよっていうのはよくよく分かりました。特にねレースゲームワイプアウトとリジレーサー7やりましたけども、やっぱりね本当にゲームセンターのような感覚があって、ねとても面白かったです。でやっぱりねうちの環境では多分ですけども、だいたい90インチぐらいの大きさだったと思います。だからこのプロジェクターと壁の距離が約 2.5 メートルぐらいっていう感じです。はい。でちょっとねコメントで、うちで冗談でね CEO とお呼びしている方から、この暗視ルーメンということに対してちょっとコメントをいただきました。それが全てではないよっていうことなんですけども、ざっくりなんですけども、その、初めにも言ったけど、そのルーメンっていうその明るさ、プロジェクターでよくそのスペック上で一番大事とされるそのルーメンという数値があります。これはどれぐらいの光量を出せるかってことなんですよね。つまりその光量があればあるほど当然その壁とプロジェクターの距離って離せるんですよね。っていうことはそれぐらい、大きい画面を出してもはっきりと映るっていうことができるので、やはりルーメンって非常に大事なんですよね。でちょっと重複しますけども、そのルーメンと暗視ルーメンっていうその2種類の単位があるんですけども、ルーメンと呼ばれるものは非常に6000ルーメンとか非常に高い数値が売りにしている商品が多いんですけども、気をつけないといけないことが、ルーメンっていうのはあくまで最大値の光量なんですよ。つまり皆さんでよく言うインターネットつなぎました 1GB の、ネットのスピードですって言っても、実際に手元に来るのって1ギガ当然ないですよね。数百メガがいいところ、それと一緒なんですよ。最大数値だけを書いてるのがルーメンなんです。だからつまりこの真ん中から光を当てて全体にじゃあその光が行くのかもわからないですし、どれぐらい光がその真ん中から広がるかっていうのがわからないんですよ。それがルーメンです。なんか6000、じゃあ1万ルーメンといっても真ん中だけが1万ルーメンで、外真っ暗って可能性も最悪はあるんですよね。でもそれと違って今回の、こちらビンテック K、スカイ K1 プラス HD では160暗視ルーメンという単位になってます。でこの暗視っていうものは、そのきっちりとこのプロジェクターが壁に映した時に四隅がちゃんとその明るさを保証しますよっていうことなんですよ。だから真ん中の点だけの光量の高いものじゃなくて、全体通してこれぐらいの明るさを、担保できますよってことなんですよね。でただそのじゃあ160暗視ルーメンっていうものはルーメンでいうところのはどれぐらいのルーメンなのかっていうところなんですけども、ざっくり大体ですよ、これまあ人によって違うでしょうけども、大まかでこう言われてるのが 100暗視ルーメンが大体1000ルーメンであるって言われてるらしいんですね。だからそれに、対応すると、こちらの、ビンテックスカイ K1 プラス HD は約1600ルーメンで、しかも暗視ルーメンなのできっちり全体に1600ルーメンいきますよっていうことが、メインなようです。で結構いろんなサイトでも調べたんですけども、だいたい普通の家庭用では1000から2000ルーメンあればだいたい OK というものなので、1600ルーメンでしかも暗視ルーメンということなので、四隅がきっちり映る1600ルーメンということで、非常にね安心できる光量であるということが、おかげさまで分かりました。僕もこの160暗視ルーメンっていうのがどれぐらいなのかなっていうのが、他の商品を持ってないので分からなかったんですけども、妥当な光量であるということが分かりました。はい。でちょっとねもう一度だけ軽くだけ、言っときますと、こちらの方が、バインテック、スカイ K1 プラス HD 最大で200インチです。で、壁とプロジェクターの距離 2.2 メートル離れると70インチ、 2.84 メートル離れると100インチ、 3.5 メートル離れると120インチ、 6.2 メートル離れると最大である200インチに伸びると。で本日見てもらったのがだいたい 2.5 メートルぐらいなので、だいたい90インチぐらいの光量です。だからあれより離すとあれよりも色が薄くなるってことは考えておいてください。
そしてプロジェクターというのはその発光源ってですね、それがあの LED 使ってるんですけども、やはりすごい、エネルギーを発するので寿命ってものが決められてます。でこちらの方のビンテックスカイ K1 プラス HD は3万時間となっております。寿命が一応ね公式では、で大体他の、プロジェクターも3万時間なので約平均的であろうということが、分かります。でネイティブ解像度が 800×480 ですね。で一応マックスの解像度が 1920×1080 ということなんですけど、これは多分ですけども光学、倍増なのかなと、デジカメでいうところの光学倍増ということで、まあ正式な、きっちりとこの、解像度を出すんじゃなくて、まあ、プログラム的に出すものであろうということが推測されます。で、これをねもう一番最後の動画になるので初めの動画見てない人のために、MP4 ですね、 MP4 形式のかなり重い動画も一瞬で表示させることができましたし、コマ落ちしませんでした。古いパソコンのノートパソコンだと MP4 の重いものはもう立ち上がるまでも時間かかるし、再生もカク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 止まるんですけども、こちらは止まらなかったので、かなりねしっかりしたメモリーというか積んでるんだろうなっていうのは推測できました、経験上で。画像は複数枚入れると自動でスライドショーになります。フォルダーでまとめておくことができます。だから言うたら自然ってフォルダー作ってそこに風景入れてたら、その自然のフォルダーの中でスライドショーするので非常にね使い勝手がいいですね。はい、以上がこちらの商品の全貌になります。はい、そしてねこちらの商品はね今回もあの海外の EC ショップのトムトップさんの、提供でお送りさせていただきました。本当にね、毎回ありがとうございます。うちねこんな視聴率も少ないね、あの回数も少ないチャンネルなんですけどね、でまあラジオではちょっと言ったんですけど、まあゲームがメインでね、プロジェクターはあまりその売り上げに多分つながらないよとか、再生数つながらないよってことをお伝えしたんですけどね、それでも全然いいよということでね、今回ご提供いただいて本当にいつもありがとうございます。でもね本当にね楽しかったです。僕もねずっとプロジェクター欲しかって、でもずっとねまあ次でいいかって言ってたんですけど、こんなにねプロジェクターっていうものが楽しい世界だとは思いもしなくて、まあ当然ね前も言いましたけど、ゲーム画面しかねその映画の画面やっぱ見せれないので、でもやっぱ映画見てもやっぱすごい迫力ありますし、何よりね音がねむちゃくちゃ大きいんですよ。僕の環境ではやっぱりねマックスの半分が限界でした。それ以上出すとやっぱり近隣迷惑になってしまうので、それぐらい音出ます。で結構ね迫力ある音でしたよ。リッジレーサーとかも低いねエグゾーストヒートの音もしっかり聞こえましたし、なかなかこれ音も良かったです。で一番驚いたのはその UI 周りですね、このリモコンの使い勝手がすごい良くて、例えば、外付け USB つないでもうこれでポンポンポンと見ていけば、外付け USB がその Windows のね画面みたいな感じでフォルダ表示されたりとか、非常にね感覚的で、結局僕説明書読まなかったんですけども、十分もうこのリモコン操作で画面とで使い方が分かりました。はい、でね当然排熱はすごいです。今もねまだちょっと熱持ってますけども、30分ぐらいちょっとゲームで遊んだんですけども、だからまあ当然でもねプロジェクターは熱がすごく持つので、これ排熱ちゃんと熱くなってるってことは排熱されてるってことなので、これはとてもいいことだと思いました。そして今回ねなんとありがたいことにトムトップさんからクーポンコードをいただきました。こちらクーポンコードを利用するとなんとね17,96円というねもう1万円台ですね、で購入することができます。これはね非常に僕はねお買い得やと思いますね。でこれ当然送料込みです。でトムトップさんは海外の EC サイトで珍しくペイパルというものが使えます。ペイパルというのはその海外で当然ね振り込みできないよね、振り込みして買えないので、クレジットカード払いというものがメインになるんですけども、やはり悪いサイトなんかに捕まるとクレジット情報を盗まれるっていうことがあって、やっぱりあまりねクレジット情報を入れるのって怖いものなんですけども、ペイパルっていうサイトに、ログイン会員になるとネットで簡単に会員作れるんですけども、ログインID 作れアカウント作れるんですけども、そのペイパル経由で物を買うと相手にカード情報がいかないんですよね。
うん、で代わりにペイパル決済で、うちとしてはうちはペイパルとのやり取りでペイパルにお金払うっていう形になるので、非常に安心して買えるので、でペイパルは審査が厳しいので、怪しいサイトにはペイパル使えないんですよね。だから中国サイトとかでもペイパルが使えるってことは、ちゃんとそのペイパルからの承認を得てるっていうことなので、非常に安心できるショップで、トムトップさんも、その1店舗になってます。で今回プロジェクター紹介しましたけど、結構ね中華闇機なんかもたくさん置いてるので、うん、トムトップさんっていうショップ自体も多分うちのサイト見に来てるような人はね、非常に使うことがあるんじゃないでしょうか。もう日本では RG350 なんかもなくなってますけどもね、いろいろね在庫今でもねものすごい8000円台で安く売ってますし、このプロジェクターも17,96円、クーポンコード期限あるので、買いたいと思ってる人はね、早くクーポンコード使って早く買ってください。だいぶ後になるとね、クーポンコード使えなかったっていうコメントも来てるので、欲しい人はもう早いもん勝ちかなっていう感じがします。うん、でそのアンシルーメンとルーメンの兼ね合いで、まあ、1600ルーメン出るということで、非常に、うん、だからこれは暗い、商品ではないっていうのは分かりましたし、実際自分の目視で見てゲームしてもすごく明るいし、すごく楽しかったです。で、ね、当然その、画面の綺麗さっていうものは当然 IPS 液晶なんかの比ではないし、そういうものと比べるものでもないんですけども、何かねそのプロジェクターで見る映像っていうものが、まあ僕みたいなおじいさん世代並びにおじさん世代っていうものは非常にね惹かれる画面だと思います。綺麗が全てではなくて、何かねそのやっぱりアーケード感というか、非常にねその前も言ったけど、壁に映るその壁のデコボコのエンボス感っていうものがその画像に投影されて、うん、そのなんていうかな、やっぱ映写機で映ってる画面っていうものが、何かねすごくねゲームセンターを思い起こさせるんですよね。うん、なんか当然テレビで、高画質なテレビで、じゃあフルハードディスクで PS3 なり PS4 っていうものを高画質でゲームするっていうものも当然わ綺麗だなって思うんですけども、やっぱりねこのプロジェクターを通した大画面でゲームをするっていう、その行為であったり、その画面の雰囲気であったりっていうものがすごく味があってね、何かその美しさとは、うん、また比較とはまた違う価値観みたいなものがすごく感じました。僕は特にこう学生時代の帰りね、大きいこういう画面でプロジェクターを使ってるようなゲームセンターってあったんですよ。すごい200円300円してもう命がけで、他の50円の機器で練習して、その、高価な機器で、1回勝負でみんなに、まあ当然そのゲームセンターの真ん中にあって、みんなが見に来るんですよ、そこでやってんの、うん、だからやっぱりロマンがあったんですよね、そこに。その画面をすごく僕は個人的に思い出したりとかして、やっぱりね楽しかったです。でコメントでもらってた通り、 3D のレースゲームを大画面でやるっていうのは、やはりねものすごい迫力ありました。うん、これはねやっぱりね、当然小型の正義もいつも僕はあるっていうけど、やっぱ大型の正義ってものもあるんですよね。うん、でその IPS 液晶とはまた比べ物にならない価値観っていうものが、プロジェクターで映す画面っていうものには僕はあるんだと、実感しました。うん、こんなにねプロジェクターが面白いものだとは思いませんでした。うん、よかったら皆さんもこの機会にね、1万円台でこれだけのハイクオリティの、プロジェクターってものが、僕はちょっと他には比べるものが知らないので、僕は17,96円で比べたことはないけども、これに対しての費用対効果って僕はありだなって思いました。僕は多分これ友達が勧めてきて、この値段だったら素直に買ってます。うん、これでゲームやりたいと絶対思ったはずですね。それぐらい非常にね感動を与えてくれました。だから僕のその今までね、例えばテレビ買ったり、ラジオ買ったり、ウォークマン買ったりっていう、その家電製品の文化ってあるじゃないですか、みんなが買うね。うん、そこに新しくプロジェクターっていう自分の中の家電の文化の初めての一歩になったっていうぐらい大きい、これはことでしたので、本当にねトムトップさんに感謝しております。ありがとうございます。なので、ね、もしよろしかったら海外の EC サイトトムトップさんでおじいさんの概要欄にリンク貼ってますの で、クーポンコードも書いてますので、合わせて、
興味ある方は購入してみてはいかがでしょうか。でね、何も買わなくてもね、面白いサイトなので、一回トムトップってそんなおじいさん言ってるのどこやろなって言って、ゲーム機って選択したら結構仲介向き置いてるんでね、もう日本よりもはるかに安い金額で売ってます。うん、コメントでもトムトップさんどうやって儲け出してんのってよく来るぐらい非常に安いです。うん、よかったら別にこのプロジェクター以外でも散歩で見に行ってみてはいかがでしょうか。この動画で初めておじいさんのことを知ったよって人はチャンネル登録していただくと嬉しく思います。それではまた次回の放送でお会いいたしましょう。さよなら。